。え、本当だ。え、なんで？行ってる行ってる。おお。寝ます。おやすみなさい。まあ、お久しぶりです。避難所でマルシェやってください。え、7600。じゃあ結果発表します。はい、キャッチロテレビはご覧のスポンサーの提供でお送りします。めっちゃ感動する VTR になったんで最後までぜひご覧ください。おはようございます。おはようございます。2日目、体が絶望的です。めっちゃ痛い。今日も、気合い入れていきましょう。うん、レッツゴー。あれ、ちょっと待って待って待って、ええ、釣りさんじゃね。え、どれですかどれですか。いや、多分ね、多分ね。よっ、まあ、お久しぶりです。今ですね、こちらの飯友さんが、はい、あのこの間イサキが大量だったということ、はいはいはい、で自分のステッカーとイサキを交換で、え、はい、そんなことをされてる。うわ、すごい。今ですね、フォロワーを聞いて回ってるんです。はいはいはい、 YouTube が7000ちょっと、はい、7000人。うん、おかげさまでですね。 YouTube はいいんだよね。あ、もちろん OK です。OK だよね。ぜひコラボしてですね。いや、ちょっと一回釣り企画はやってみたいですね。ね、何も釣れんときは船上でみんなでカップラーメン食って。ああ、最高です ね, ね。で、そのカップラーメンもほら、突撃から。突撃から、うわ。今の釣れない釣り師さんで、76,730円。すげえ。すげえ。あ、今日サイコロ振れるやん。そう。振ります？今日ここでちょっと振って。うん。手作りの、手作り、いい、最高。じゃあ行きますか。ノーカット行きましょう。ノーカット。ノーカット、行きます。はい、よい。6でね、6。6で。行きます。はい。おお、強い。強い。豪華よ。この500円で、僕できたら。本当無理です。さあ。今どこ向かってるんですか。計画なしに、運転してると思ったら大間違いですよ。おう、なんと、はい、避難所でマルシェやってるらしいっす。マジですか。大チャンス、大チャンス、行ってみたいと思います。1500。おお、え、7600ページ。はい、新しい仕事、新しい趣味、新しい生活、これからの新しいを一緒に。ユニバーサルホームの家は夏涼しく冬暖かい。なぜなら床下ぎっしりの構造で外気温に左右されないから。地熱床システムのユニバーサルホーム。お、下の温泉街ってこれあそこじゃん。ん？あのなんか有名なとこじゃない？そうですね、有名なところ。めっちゃ人いるじゃん。引いて回ったらこれ達成しそうじゃない。いけるんじゃないか、はい、こんにちは。フォロワーの数を引いて回ってるんですけど、はいはい、2974。お店はどちらで？大井とホタコで2店舗。あ、そうなんですね、はい、食べてもらえればよかったですね。そうです、すいません。めっちゃ美味しいんですよ。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。まだ物がなくて。フォロワーの数を聞いて回ってるんですけど、コミーダでバタタって言うんですけど、うわ、7690円。すごい。注文もいいですか。30種類あるんで。これ全部ポテトチップスのすごい。ペッパーマヨネーズ。お店の名前ってどういう意味なんですか。ポテトマヨので、はい、料理店で、ちなみにお店があるんですけど、お店の方ではポテトチップス以外にもポテトサラダとかやってます。へえ。ならばいただきます。あ、え、
え？マジですか？ありがとうございます。フォロワーを聞いて回ってるんです。643。すごい。編集もなんかすごいですよ、ね。本当テレビという感じ。ありがとうございます。そう言っても。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう匂いがねリッチですよ。いただきます。ハート、おすごくない？確かに。あ、わあ、好きなやつ。え、な、え、こうビールっぽ。あ、酒じゃないさ。お酒が進む味ですね。お酒が進む。こちらは、あ、こちらの。あ、完売しちゃったんですか。今 YouTube 撮ってるんですけど。そんな感じ。まあ、まさにですね。フォロワーを聞いて回っていて。1500人。おお。いやいやいや。隙間若い人知らないんですよね。ちっちゃい子とかは何味みたいな感じな。まあそうですよね。最近聞かなくなってた。だからこれは誰もやってないなと思って始めたけど、はい、ブレイクすることなく3年過ぎました。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。飲みたかったな。TikTok のフォロワーでしょ。 TikTok か。1991。マジだ。え、なんでなんでそんなフォロワーで。なんか踊ったりとか。あ、踊ったりとかじゃなくて結構自分で動画作ったりとかしてそれを出してる感じ。それどうやって勉強したの。あ、もうほとんど独学みたいな。結構説明書みたいなやつ読んだりとかいろいろ自分で勝手にやったりとかして。すごい。すごい。初の TikTok かじゃないですか、うん、初なのね。いや、あと何分？もうやばくない？ 5 時間は切ってますね。まずいまずい。このペースで行くとやばい。誰か誰か。違う？誰？昨日ヤッホー。昨日ぶり。皆さん、フォロワー多そうな人いない？そう。ちょっと前がいい。あ、もうちょっとネジ。おい、上手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 。やべえやべえやべえ。すごい。初めてですよ。やばー。パシャカパンって。間違えたんだ。もうやってしまった。はいはいはい。おお、3000円。ちょっと。すごい。ああ、昨日も寒かったけど今日がより一層寒いでございます。寒いでございます。寒いでございますよ。途中結果をですね、発表したいと思います。現在の人数。はい。98,738人。おお、すげえ。刻んでんな。いけるいけるいけるよ。スペシャルフィーバーサイコロタイム。スペシャルフィーバーサイコロタイム。はい、というわけで、ノーカットでいきましょう。ノーカットでいきます。いくぞ。せーの。はい。また微妙なところ。合わせていこう。まあいいでしょいいでしょ。あ、いいでしょ、あ、いいでしょ。だって全然お金使ってないじゃん。見学家のねあれが出てるね。定休。昨日だった。お。2995人もいる。おー、すげえ。おー、おー、蜂蜜買ってんの。いかがですか、手応えは。手応えは、もう88万人ぐらいはいってるんでしょ。お願いします。中継果を発表します、はい、103,017人。もうすぐ、もうすぐ。あー、もう肉のお腹になってきたよ、もう。はい、残り時間があと1時間17分ですね。1時間に1万でしょ。1時間に1万でも間に合わない。
行こう。どこに行くの？どっか行こう。せいせい。こんなことしらんと早くもう見つけろってことですよ。あと2万人ですよ。まあ言うて2万人。されど2万人。SNS のフォロワーの数っていうのもありまして、これが多分今3000。3561。え、マジじゃん。太鼓の達人、はい、そんなに上手いんですか。いや、そこまで。それでそんな増えるわけないじゃん。いやいやいや、え、すごい。フォロワーの数を聞いてるんですけど、何のために数えてるんですかっていう感じなんですよ。そう、終了。はい、確実に言った。これは間違いない。じゃあ結果発表します。はい、集めたフォロワーの数、111,852人。うおー、マジかー。結構足どこで行ってた。あと1万ちょい。マジか。え、なんか何個か数え間違えてた。いや、ちゃんと集計しました。どうですか、これはインフルエンサーいたと言っていいんですか。いや、インフルエンサーはいない。話聞いた中ではそんな知り合いいないとかやっぱ言う声が多かったから、インフルエンサーっていうのはいない。ただフォロワー多い人はそれなりにいるっていう。なるほど、はい、そういう結果ですね。そうですね。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。2022年も、八千代テレビを皆様ぜひ応援よろしくお願いします。高評価とコメントをよろしくお願いします。ありがとうございました。八千代テレビってちょっと知ってます。あ、知ってる。え、すごい。なんで知ってるんですか。あ、見てます。え、見てる。え、じゃあ知ってるってこと。はいはい、うわ。インスタ見ました。え、マジっすか。ありがとうございます。あ、嬉しいです。いや、もう今後ともちょっと、はい、ありがとうございます。やっぱかなりの人数に声かけさせてもらって応援してくださる方ばっかりだったので、なんかすごいほっこりしたなっていうとかも。もう、あ、知ってます、応援してますっていう人が多かった。なんか、ありがたいなっていうのがありましたね。SNS のフォロワーの数を聞いて回ってるんですけど。で、また罰ゲーム。ちなみに、あの、罰ゲームは、ちょっと暗い時間だとちょっと危険が伴うから、後日また撮影します。なんすか、それを、ちょっと。危険が伴う。もういい、いい、いい。今日と昨日と、もう本当に手伝ってくれた、ケンタ君とラグさんと、あと、ナオトとケンジさんと、いや、本当ありがとうございました。See you! Bye! ありがとうございました。さよなら、さよなら。さよなら、さよなら、さよならと。映画評論とか。それでは、また来週、さよなら。